っちゃキャラクターに合ってるからなんか活かしたいですね。でもうちお客さんいますよ全然。全然います。ただすごい来ちゃってますけどねその方は。ああいや出てきてますよ。その方はもう本当。なんていうかちょっと個性的な髪型に逆にしちゃって生かして普通の髪型にしたくないんですよね。なんか普通に なんかあなんていうのかな、なんかこうマダム見たくなっちゃう ああいうのじゃなくて逆にもうなんか飛んだ髪型にしちゃった方が、うん、うん雰囲気を生かせる感じ。あそれは分かります。絶対それも可愛いと思うんですよ。普通にしない方がいいのかなって気がしまして、その方はすごい飛んだ髪型です。飛んで大丈夫ですその方キャラに合っててもう矯正も一切かけてない。矯正もいいですけどね。矯正、ね、もいいですよ、なかなか最近のやつ。あ、そうですか。まあ、でも最初はあれじゃないですかね。なんかカップでやってみてもいいんじゃないですか。お願いします。これは変身っすよ。変身ですね。矯正なしで。いやうちの旦那もさぞ喜んでくれるかと。ああそうですね、うん、帰った時楽しみですね。いや本当なんて言われるかちょっと回しますね。後ろのさっきのやつと比べてみたいと思うんで。すごいおしゃれになったじゃん。なってます。いや私美容室でこんなに嬉しかったの初めてかもしれない。どうですか。はい、いやちょっとありがたいです。いやよかった。しかもいやかけた方がもっと楽ですよ。かけた方が楽。かける時の苦労がね、なかなか疲れるじゃないですか。おしゃれ、おしゃれな手先の癖も生きてるかな。よかった、トゥルントゥルンにならなくて。ああ、あのね、生きてますもんね。うん